それでは今日のスターティングイレブンとベンチメンバーです。長崎ゴールキーパーは富澤、ディフェンス村松、二見、江川、米田の4バック、ボランチに桑崎と加藤勝、サイドハーフ右に奥田、左に澤田、ツートップのコンビはエジガルジュニオと上中です。ベンチメンバーの中でリーグ戦ではおよそ1年ぶりとなります前キャプテン秋野博樹が戻ってきました。ゴールキーパー串引き、ディフェンスこちらも4人、小島、城は藤井、山中、ボランチには岩上と風間、サイドハーフ右に田中、左に山根、ツートップは高木と加藤純也です。長崎、エジガル選手が今ハイバイの動きしましたけども、群馬のハイスペースありますので、ああいった動きっていうのは、さあここはチャンスになるか、上中一射にだ、エジガルシュートは串引き手に当てました。ナイスセーブ、ナイスセーブですね。原田監督もこのアタッキングサードの大胆さという話をしていた、そうですね。さあ桑崎入っていった、クロスが低いボール通った、シュートは入った、長崎先制、先制は上中、素晴らしいですね。前半11分、まあ、一つここでボランチが絡んできてるんですよね、はいはい、なのでここに対してボランチが1枚絡むというような話もしてたのかなというところで一つ起点になりましたし、なんかこう群馬のディフェンスの枚数っていうのは揃ったんですけども、やはりそこに抜けてくる場所にいる上中選手、いい奪い方ですね。ボール奪った加藤勝、まだ行く、まだ行く、打っても面白い、奥田、ポストだ、今日注目の奥田のシュート、これに対して群馬はラインを上げてますよね。なので、まあ、2列目から長崎は背後に抜け出す、ここ裏へのボール、エジガル追いつけるか、取った、シュートは決まった、いや非常にシンプルでしたけどね。前半29分、エジガルジュニオ、まあ、まずはここを後ろでビルドアップしながらにはなるんですけども、江川選手がいいところ見てましたよね、まあ、ちょうどエジガル選手の動き、まあ、左サイドバックの山中選手と宇治選手の間、ギャップのところから抜け出した動きにはなるんですけども、しっかりとボールを最後まで見ながら、まあ、おそらく左足にこう当てたというような、ね、トラップにはなったと思うんですけども、そのトラップに対してしっかりと反応して流し込む、笑顔はまだ残っている、左足キーパーパンチング、まだ残っている、まあ、ここしっかり前、自分の打てる体勢に持っていい、よかった、山根から裏へのボール、深掘り、あっとここは足はファウルです。あーカードが出そうですね、レッド、どうですかね、まあまあ、ゴールに直結したプレーを阻止したというような判断で、そうですね、ただここで抜けてればキーパーと1対1になってましたので、まあ、群馬はこれでどんどんかけていいんですよね。そうですね、いきたいんですけども、ただ長崎うまくかわしますね、話したので、はい、奥井、そして加藤勝、逆サイド山崎、つながっていくスルーパスがシュートまで打てるか、串引きが防いだ、澤田のシュート、串引き選手救いましたね。ここは後ろからビルドアップしながら素晴らしい展開ありましたし、ここ山崎選手がねためを作って最後は冷静にかわしたんですけども、素晴らしいセーブでしたね。もう一つ相手が来るのを分かってワンステップでパッシュ、デザインされたプレーもあるかもしれません。ただ長崎の壁は大きいですからね。そうですね、高さありますので、背景もいます、二見もいます。さあどうする、風間の右足、キーパーバンチング、富澤かき出した、よくしのぎました。画面はリプレー、富澤のナイスセーブ、もう間もなく目安の4分台に入る、ここで長いボール、
山中には繋がらない。ここで試合終了の笛。暫定的に指揮を取る1試合目となる原田武雄監督勝利。ビファーレン長崎が今シーズン初の3連勝、勝ち星を2桁に寄せる10勝目です。監督交代の苦しい状況をモチベーションに変えて勝ち点3をつかみ取りました。